Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム、スペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、今日はですね、ウームのオフィスにある UFO キャッチャーに、いやー、念願からってね、チャレンジすることができますよ。それではね、まずね、どんなものが入ってるか見ていきましょう。これはっすね、レオンさんのスマホケースっすね。レオンチャンネルさんの、他にはメグタソさんの T シャツですかね。あれ俺めっちゃ欲しいんですけど。あとそっちのでかい、あれパーカーですかね。ちょっとなんだろう、誰さんの、パーカーなのかな。あ、これもそうですわ、レオンチャンネルさんのパーカーです。じゃあね、この3つを狙っていきましょう。僕ね、いろんな YouTuber がね、ここのウームのね、 UFO キャッチャーでいろんなもの撮ってるの見てるんですけど、もうこのアームは強いってことを僕知ってますからね。非常にね、ガチッと掴むシーンが撮れるんじゃないかと思います。すげえ楽しみっすね。じゃあまずはあのレオンさんのパーカー、レオンチャンネルさんのパーカー狙っていきます。アームがめちゃくちゃ強いですからね、注目しててください。いきますよ、バシッと多分掴みますよ、バシッと。よしよし、見てください、半端ないですからね、すごいですよ、ほらアームストロング、これ全てのゲームセンターの UFO キャッチャーがこれだったら俺嬉しいなと思いますよ。やったやった、じゃあ続いてそうですね、ちょっとこれスマホケースのダブル撮り行ってみますか。いけると思いますか、いけると思いますか、聞いてるんですよ聞いてるんですよ。ちょっとチャレンジしてみますね。多分これはここのウームの UFO キャッチャーでのダブル撮りは多分誰も未だかつて俺の見た中ではやってないんですよ。ハマるかな、ちゃんと。ああこれ無理だわ、これ無理だわって思うでしょ。できるんだよこれ。ああ、できなかったっすね。でもすげえね、あのアームの強さ挟んでますよ、めっちゃ。じゃあ次あれですね、メグタソさんのあれ多分 T シャツっすかね、ぽいな。撮ってみましょう。これはでも結構角度的に難しそうかもしれない。いきますよ、このね、アームの強さを信じましょう。見ててください、ガチッと掴んでくれるんじゃないかなと。これ大丈夫かな、どうだろう、つえーなアームやったぜ、今日のお土産できたぜみんな。はい、てな感じで3つ余裕で取れましたね。これがね、僕の夢だったんですよ、ウームで UFO キャッチャーをやるっていうのがね。今日はね、もうそれだけで大満足です。てな感じで、すっげーアームの強いウームの UFO キャッチャー、夢が叶いました。バイ。なんすか、いや、揺らそうかどうか今も、ね、あ、揺らしてください、揺らしてください、ツルルチャキーンって言うんですよ、言ってくださいよ、そうやっていつもやってくれるんですよ